こんにちは。8月7日金曜日午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの岡田がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。まず昨日8月6日の外国為替欧米市場の動きをまとめてお伝えします。オーストラリアの雇用統計で新規雇用が増加し、オージー円が牽引する形で円安が進んだ東京市場でしたが、欧州市場に入っても序盤は相対的に円安試合が継続。一方、対ドルの通貨ペアは前日の流れを受け継ぐ形で穏やかなドル高を継続していました。ドル高円安の圧力がかかったドル円相場は数日来の上値抵抗となっていた95円台中盤を超える動きへと発展し、その後一時的に95円80銭水準まで上昇しました。欧州の株式市場も基本的には強気で引けた東京市場を引き継ぐように堅調な展開だったことや、ドイツの製造業新規受注が好調な内容だったことは円安の支援材料になっていたようです。しかしユーロドル相場は資金が投資先へ向かうドル売りとはならずにドル買いを継続したため、クロス円の上昇は限定的でした。注目のイギリスとユーロ圏の政策金利発表はどちらも金利据え置きとなって予想通りでしたが、その後ポンドは対円や対ドルで200ポイントを超える独歩安に発展。イングランド中央銀行が発表したその他の金融政策におけるサプライズが材料視された模様です。サプライズの内容として資産買取プログラムを拡大したことが挙げられています。世界的には出口論まで議論されている中、今さら緩和的な政策を決定したことで市場はポンドに対して不信感を示した形となりました。米国時間になって発表された新規失業保険申請件数は予想を上回る減少結果となり、市場は一時勇気づけられる局面もありましたが、長くは続かず、株式市場が軟調に推移し始めると為替相場は以前のドル買いに戻る展開となり、また対円の通貨ペアはポンド円の急落以降円高推移で引けています。前日比で株式市場は下落し、債券市場は上昇した結果、利回りは下落して引けています。結果的に資金のリスク回避が強まって昨日を終わった格好となっていますが、当の欧州株式市場は底堅い展開と、地域によって動きはまちまちという印象です。値動きだけを見れば、週の初めに盛り上がった投資ムードによって伸びた相場が、今日のアメリカ雇用統計を前に手締まいとなっただけという見方もできそうです。8月6日の為替市場の終値となる日本時間7日午前6時時点の各通貨ペアはご覧の水準となっています。続いて今日8月7日午前の東京外国為替市場の動きです。アメリカの雇用統計を控え同意が薄い中、対ドル通貨はドル高値圏でもみ合い調整が続いています。一方、対円相場は総じて円高を伸ばした結果、ドル円相場は昨日の上昇のきっかけとなった95円40銭水準を割り込んできています。これからヨーロッパ市場にかけて予定されているイベントではご覧の経済指標の発表などが材料となりそうです。各経済指標の予想は良し悪しまちまちとなっています。基本的にはアメリカの指標待ちとなって反応は限定的と思われますが、昨日のドイツ指標の好結果が継続し、イギリスの物価指数にインフレ調合が見られないような展開になると、ポンドが一段売り込まれる可能性がありそうです。テクニカル的にユーロ円は数日来ペナント状に収束する相場を形成し、昨夜は上方へブレイクにかかりました。しかし上髭を残して失敗し、今日の早朝には下方へのブレイクに挑戦し、結果的に実体を残しています。さらに今日の市場時間に入って上昇した動きによって上値のコンファームまで終了したように見えます。チャートは下落ブレイクの準備を完了したと主張しており、その通りになればペナントの底辺となる4日深夜の上昇幅となる約150ポイント分の下落が137円20銭を起点に発生することになります。
以上、午後の FX フラッシュを終わります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃からお送りします。